未来。未来、未来。未来岩田。岩田未来、お前。何やってんだよ。は？未来。東京新聞杯のマスクとビーバの王で遅れ。お前一体何食ったらあんなで遅れるんだよ。未来。お前。単勝オッズ 1.9 倍だぞ。よくもまあ。お前。この馬を。マスクとビーバ。周華賞2着馬を6着に飛ばせたもんだな。しかも未来。マスクとビーバの敗退行為にとどまらず、悩める暴走 G1 馬のドルチェモアまで道連れで出遅れさせるのは聞いてねえぞ。未来。お前の出遅れマジックでレース全体が変わってしまったじゃねえか。は？出遅れマジックでドルチェモアも消してやるのさ。は？岩ちゃんこと岩ちゃん。未来。どういうことだよ一体。本命指名してこんな飛ばされ方したら競馬ゆっくりが呪ったとか言われるんだぞ。ちなみに、対抗のアベラーレは7着。キングスコートは不安だけど指名したら、1着は別のキングのサクラプジュール。はぁ？どういうことだよ神様。競馬の神様競馬ゆっくりは何をしたって言うんですか？関西の如月賞は予想段階で引退調教師の忖度競馬。開幕屋などとぶち上げてその対象の川木博士は来年が引退という事実誤認予想。これは競馬ゆっくりやってましたわ。関係各所の皆さんに大変ご迷惑をおかけしました。お詫びして訂正します。でもよう結果的にウォーターリスト来ちゃってるのってどういうことなの？なお競馬的理由で選んだレガーロデルシエロはきっちり飛ぶ。忖度競馬をぶっ壊すのはカタカナの騎手。外人騎手だとぶち上げたのは正解というね。ピューイチことピューヒュレクじゃ無理だときちんと外したのに、出遅れまでしてよしよしだったのに、大外ぶっこ抜きで来るんかい。悲しい悲しい。すべてが裏目に。どういうことなの？そんな未来、お前に一つ提案がある。は？マスクとビーバから即刻降りて福島にでも乗ってろ。いや、福島に乗りに行かないか？関西の大先輩福永雄一大先生は某地方の大騎手を、なんていう騎乗でしょう。あなたはここで乗るような騎手ではありません。ぜひ福島での騎乗がお似合いですよと検証して諭したと任命書房な本に逸話が載っているとされている。未来、福島はいいところだぞ。お前みたいな若手騎手が日々研鑽を積むんで達者が集まる競馬場だ。マスクとビーバはルメールさんに乗ってもらって、お前はさっさと重賞から降りてローカルで勝ち星積んでろ。未来、もう帰ってこなくていいからな。今村聖奈もクールの冷凍便で送っといたから解凍させて、中央場所より福島の方が経験積めること教えてやってくれな。頼んだぞ未来。岩田未来、もう戻ってくんなよ。は？こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサです。今日は2024年の東京新聞杯と如月賞の回顧動画、やっていくけど、新年初勝利は遠いわね。東京新聞杯は岩田未来痛恨のミス。マスクとディーバで大出遅れ。6着、マスクとディーバ単勝、アベラーレ単服に2頭のワイドの計4点だったけど、JRA 銀行に預金おめでとうございます。悲しい。悲しい。東京新聞杯がバスへの重賞だった時代が懐かしいとか言ってたのに、終わってみれば上位陣はバスへの重賞感漂うメンバー、出馬表を見ると豪華だったのに。これは、おお、原因は何なの？競馬ゆっくりが棄権死したジャスティンカフェは12着。ここまで負けるような馬じゃないと思うし、4着までの馬はコーナーをコンパクトに回った馬たちだしね。それでにハロンメが 11.0 秒で 1000 メートル通過が 57.8 秒。ハイペースと言っていいけど、ウィンカーネリアンが2着に粘っているところを見ると、どう考えたらいいのかわかんないわね。東京は開幕2週目だし、馬場の状態はいいし、昨年の11月の開催は C コースまでしか使ってないからね。今回はダービーのために D コースを使用しているし、そう考えると冬の日照時間で芝の回復が良くない割には内と外の芝の状態がさほど変わってないってことなのかもね。また、
一番大回りになる D コースだから外回した馬の走る距離が増えたという理由もあるかもね。おお、ただこれは競馬ゆっくりの試験だけど、4着までの馬はみんな最内、もしくはそれに準ずるコースを通っていた馬たちなんだよね。ってことは最内付近に馬場がいいところがあった可能性があるってわけね。ここまで露骨に着順に出るとそう考えられるわね。上がり3波論は 11.4 秒、11.3 秒、11.6 秒で 11.3 秒区間で東京の坂があるから、この上がりは立派。特に途中まで先頭だったウィンカーネリアンはかなり立派な競馬をしてるわね。おお、ただ前がラスト1波論は止まっている減速ラップだけど、坂区間でこれだけ加速してラスト 11.6 秒じゃ後ろの馬は届かないわね。つまりこのレースはかなり特殊な馬場で、その恩恵を受けたサクラプジュール、ウィンカーネリアン、ホーオービスケッツ、アスクアナコンダが上位を独占したと考えるわけね。そういうこと。だから今後のレースではこの馬たちは疑ってかかった方がいいわね。人気なら切っても面白いかも。あまり評価は芳しくないわけね。前の馬で強さを見せたのはウィンカーネリアンだけだからね。この馬は先行争いのストレスを受けて我慢して抜かれたら終わりだから、坂で加速して力尽きちゃったからね。この馬が構想できない今の G1 のレベルが高すぎるわよ。そこまでの評価ね。また5着のマテンロースカイは終始外を回って上がり 33.7 秒と上がりは上位とは差があるけど、見どころのある競馬をしたわね。この馬は競馬ゆっくりの獅子愛馬のスタッドリーにケフェウスステークスで暴走して負けているけど、気持ちよく走れるペースなら重賞でもいい競馬できそうね。マイルに転向は大正解ね。この距離なら安定して構想してくれる馬なんじゃないかしら。今後が楽しみだわね。6着のマスクとディーバはどうなの？まずは競馬ゆっくりのメンバーシップの方で出資者もいる馬だからね。マジで出資者にはお悔やみ申し上げます。悲しい悲しい。一番強い競馬してるんだけどね。前が今回は止まらなかったわね。馬場がとりわけうちの馬場が良すぎたわね。おお、岩田未来の騎乗も出遅れで終了だからね。競馬ゆっくりの去年の獅子愛馬が出遅れしてスタートで終了したスカイロケットのアーリントンカップを思い出したわ。あの時はウッキウキでスタートで終わっちゃったからね。出遅れは騎手のせいじゃないという論調あるけど、騎手によって出遅れ率は変わるからね。これ岩田未来、二度とマスクとディーバ乗れない急のミスね。まあ前が止まらずに出遅れのリカバリーをした割には上がり2位の 33.2 秒を出しているし、馬の性能は証明してるから、次はルメールで重賞勝てるんじゃないかしら。負けて強しのないようね。通過岩田未来が道連れに出遅れしたドルチェモアだよ。ドルチェモア陣営は行かないとか言ってたらしいけど、絶対行ってたと思うよ。京都金牌であんな競馬してるんだから、むしろブラフだったろ。は？それが出遅れて物理的に行けなくなっちゃったからな。ドルチェモアがスタート5分に切ってたら、先行集団がここまで残るようなペースにならなかったと思うし、後続集団ももっと輝けたと思うわね。競馬ゆっくりはドルチェモアが暴走して、先行集団壊滅プランでマスクとディーバとアベラーレ指名だったからね。本命的にも展開的にもスタートで終わっちゃったよ。悲しい。悲しい。その他に気になる馬はいるの？7着のアベラーレは上がり最速の 33.1 秒。この馬はどこかしらでまた重賞やリステッド勝つと思うわ。こういう自分だけで競馬できる馬はいつかバチコリと来るから覚えていた方がいいわね。9着のウンブライルはルメール騎乗で期待したけど、まあ新馬戦の時計や残してきた戦績を見るとここまでの馬じゃないかしら。この敗戦は不思議じゃないと。12着のジャスティンカフェは個人的には坂井流星の騎乗ミスかな。うちがいい馬場って気づいていたっぽいから道中打ち回したけど、勝負どころで詰まって追えずに何もできなかった感じね。挙句行くところがないから大外出して惨敗って、ちょっとひどすぎね。坂井流星は頭がいいから騎乗の意図は伝わるんだけど、今回はダメだったわね。おお、ジャスティンカフェ自体はどうなの？
今回は参考外のレースでいいんじゃないかしら。個人的には岩田未来のミスは速攻首でいいと思うけど、坂井流星に関しては意図は伝わる気上してるし、もう一回だけ乗せてあげるのもありなんじゃないかしら。何にせよ次で人気が落ちたら厚めに買いたい馬ね。ただ、G1 レベルは厳しいから G2、G3 ならだけど、おお。じゃあ、キサラギ賞はどうなの？まずさ、川島真嗣くんさ、君は何をやってるの？わざわざ道中王で遅れしたのはわかるけど、馬場選び放題なのにみんなが避ける最内を選んで走って、最後の直線は一番大外、内に刺さる馬っぽいけど、そういう気上見せられて川島真嗣乗せる関係者いると思うの？せっかくの重賞の気上だよ。はぁ、最下位の馬に切れてる？今回の馬場はそれくらい内が壊滅的に荒れていて、道中はコーナー以外みんな外に張って、馬場のいいところを通ったもん勝ちの競馬だったからね。スタートして隊列ができると上位陣はみんな大外に進路取ってるからね。三着のシバース以外はさぁ、おぉ、でさぁ、競馬的本命だったレガーロデルシエロのルメートルは3コーナーの坂を生かそうとして、馬場には目をつぶって、坂の加速で先段に取り付いたけど、力尽きる。あのさ、ルメートルくんさ、京都外回りだよ。内回りの乗り方だよ。それ？は？お前いつもいつも京都の坂で変なことして敗退行為するの好きだなー。ルメールもレース見てびっくりしてんぞ。おお。2波論目は 11.3 秒で1000メートル通過は 60.2 秒。若干スローペースで流れて上がりは 12.0 秒、11.1 秒、11.3 秒の直線で一気に加速しての平行気味のラップね。瞬発力が問われたレースね。逃げたシバースが花の三着に残っていることからも前有利だったことは変わりないんだけど、通ったところを考えるとシバースはかなりこの中では強い馬じゃないかしらね。馬場が良ければ逃げ切りもあったってわけね。2着の競馬ゆっくりの事実5人の陰謀論的忖度競馬の本命のウォーターリヒトもコーナーで出せるところがなくて、花さ2着もよくやってると思うわね。おお、反面信用できないのがビザンチンドリームね。は？確かに大外分回しで花さといえどここで勝ったのは大きいけど、うちの芝の状態もハンデだからね。そう考えるとちょっと評価に困る感じね。それに、この馬は競馬ゆっくりの加護を受けている馬だし、は？この馬の母のジャポニカーラの3区、今2歳の馬は、競馬ゆっくりの出芝だし、視聴者投票で決まったね。つまり、第2のイクイノックス？なんで重賞勝てないのにかするんだよ呪ってやるからな。やめろ男のジェラシーは見苦しいぜ。ただ、逃げたシバースが上がり 34.4 秒で上がり最速のビザンチンドリームが上がり 33.7 秒、2位は2着のウォーターリヒトが上がり 33.8 秒っていうのを見るとね、出馬表を見ると1勝クラスみたいなメンツだし、唯一の2勝馬。オープン馬のベロキラプトルは競争中止だし、そう考えるとここを勝ったからといって、クラシックで勝負になると言えるレベルではない。と、正直、そう思うし、そう信じたいわね。イクイノックスを見るのもかなり心理的負担があったのに、イクイノックスが引退してすぐにこんなの見せられ続けると、もう競馬ゆっくりどうなっちゃうかわかんないよ。血の涙流しすぎて失血死しちゃうよ。悲しい。悲しい。まあ、4着のインザモーメントも5着のジャスティンアースも外の馬場を回した結果だし、1勝クラスでどうこう言える馬じゃないわね。おお、6着のファーベントはウォーターリヒトとシバースに挟まれて、直線行き場なくなっての結果だけど、被害馬にはなってるけど、重賞の舞台では硬い金上等にもなるしね。しかも行こうとしていたスペースがすぐバッチンされたわけでもない。これはファーベントの瞬発力の問題ね。かといって、ラップが 11.1 秒、11.3 秒の区間だし、みんなスローペースで伸びていたし。言い過ぎな面はあるけど、個人的には川田優雅の馬の課題評価で乗った結果じゃないかと思うわね。馬を信じすぎたというかね。おお。しかし、競馬ゆっくりはキサラギ賞。レガーロデルシエロとウォーターリヒトの単服と2頭のワイドの5点勝負での競馬ゆっくりパーフェクトプランだったけど、ウォーターリヒトは来たのよ。花差で2着。優勝できなかっただけで、2
副賞430円の払い戻し。70円の赤字。ガミって楽しいか？これは、初当たりを引いた後の確変に入らなかっただけなんや。ネギシステークスと確実に流れは競馬ゆっくりのプラン通りに来ているんや。おお。来週は共同通信杯。前に挙げたパレスマリスの守護馬動画によると、ジェンタルマンタルは早熟と断言してるけど、にっこり。右上にパレスマリスの動画のリンク貼ってるから気になる人はどうぞ。ジェンタルマンタルは最後の勝利になると考えているわよ。さあここまで外してまだ自信満々に予想できるの？週をまたげば収支はリセットされるんだよ。パチンカス理論。以上になります。高評価ボタンチャンネル登録お願いします。それでは。